エンジンの吸気のダクトですねいかにもこのエンジンの熱気駅間にの熱気水槽な場所についてるんですけどもずっとこれが気になってたんですねもう今日はねもうはっきりしましたいろんなとこにこう温度計をつけまして比べましてで結論から言いますと純正のこの位置が最強でしたね 純正の位置が一番いいですこれを変えない方がいい方がですでここにねあの熱を受けないようになんか遮蔽物をするとかダクトを延長してどこかねエンジンから離れたところにところから空気を吸わすとかそれはしない方がいいというふうに思います。で ははい、えー、皆さんこんこにちはクニーネムです、えー、今日はねこの日産のモコの、えー、吸気温度についてちょっと調べてみたいかなと思います。でね温度計買いましたこれですね、えー、この温度計を使ってですね、えー、エンジンルームの中の温度をあちこち見たいなと思うんですけどもただの温度じゃなくて走行中の 温度それを見たいなと思うんですね。でというのが、えー、吸気のダクトがこれですね。ここから空気を吸ってるんですね。まああの水が入らないようにとか、まあ、直接熱が、ね、当たらないようにとか考えられてるのかもしれませんけども、ちょっとね、やっぱり駅まりがここにあるのと、まあ、エンジンのね、 真上というか近いところで済んで何かちょっとでもできたらなというのがありましてとっかエンジンルームの中の涼しいところを探してそこから空気を吸わせてやりたいなと思います。でねあの体感できることはもうほとんどないのかもしれないんですけどもね。あの 熱い空気っていうのは膨張してるんでやっぱりエンジンにはあまり出力につながらないと、まあ、あの温度の低い空気を吸わせてやった方が、まあ、エンジンは元気に回るというのがあるのかなというのもありましてあちこちねちょっとどこがどれぐらいの温度なのかっていうのを見てみたいなというふうに思いますで買いましたねこの温度計ですけども 安いやつですけど本来ね車の車内と車外と2つの温度をこう表示しますというものなんですねで温度計のそのセンサーが2本ありまして、まあ、1つは車内に1つは車の外側につけて、まあ、外の温度と車の中の温度をここで表示しましょうと。 2種類温度出るというものですでそれが本来の使い方ですけどねそうしないでエンジンルームの中でこの温度のセンサーをあちこちにつけてでどこが何度なのか何か差があるのか、まあ、そういうのをね見ていきたいかなと思いますちょっと仮付けですけどもねこれを取り付けて車を走らせて温度を見たいと思います はいえー、と温度センサー取り付けました。とりあえず2箇所つけることができるんで1箇所目はですねヘッドランプの裏フェンダーとの境の隙間ここですねここにつけましたでもう1本は現状のねインテークの空気吸い込みのところここにセンサーをつけました。 実質どんな温度の空気を吸ってるのかということですね OBD2 で,あの2であの吸気温度を見ることができるんですけども実際にこの辺の温度っていうのがどうなってるのかというのを見たいと思いますでですね室内これですね 上のアウトって書いてるのがあのインテークの吸い込みのところにつけたやつですで下の赤いインって書いてるやつがあのフェンダーとヘッドランプの裏につけたやつですねもう今現状で0.3度ぐらい違いますねやっぱりあのエンジンの吸い込みのところはエンジンに近いんで、まあ、熱が、まあ、あるということでしょうねこれで走らせてみてで温度を あの見ていきたいと思いますで車停めてねいろんなところにセンサー付け替えてあのデータを集めたいかなと思いますはい、えー、少し走りました、えー、今近所のホームセンターにいてるんですけどもえっ、ー、と青い方ですね39.0度と今なってるやつなんですけどこれがあの純正のインテークの空気の吸い込みのところにセンサーをつけた分ですね で下の赤いのがフェンダーの内側につけたやつですけどもあの車を止めてますとこのようにあの温度の差が2度、3度それぐらいありますねで赤信号とかで止めてれば止めてるほどその時間が長いほどどんどん温度が上がっていきます、えー、吸気温度がどんどん上がっていくということですねただ走り出しますと一気に下がりまして 今のこの時期、この気温でしたら31度ぐらいまで下がりまして、両方がだいたい同じぐらいの温度になります、0.2度か0.3度ぐらい、あのインテークの方が温度が高いですけども、もうほとんど同じですね、走っているときはあまり変わらないと、ただ車を止めたとき、このように3度、もしくは4度近く差が出てくるということですね、もう今、4度ぐらい差がありますね。 これ、車止めてすぐ録画したんで、まあこの1分半ぐらいしか経ってないですけども、これぐらい差が出てくるということですね、であのセンサーの取り付けている位置ですね、これを変えまして、ままた測ってみます、はいえー、温度計のセンサーをですねあのエンジンルームの中であちこち付け替えまして、いろいろ走ってきました。 であのエンジンの吸気のダクトですね、いかにもこのエンジンの熱気、駅マにの熱気、水槽な場所についてるんですけども、ずっとこれが気になってたんですね、まあ。なぜこういう付け方をこの位置にしてるのかなと、もっとね、この横に逃げた方が、また前に逃げた方がいいんじゃないかなというふうに思ってまして、 もう今日はね、もうはっきりしました。いろんなところにこう温度計をつけまして、比べましてで、結論から言いますと、純正のこの位置が最強でしたねえ。純正の位置が一番いいです。これを変えない方がいいです。で、ここにね、あの熱を受けないようになんか遮蔽物をするとか、ダクトを延長して、どこかね、エンジンから離れたところに。 ところから、えー、空気を吸わすとかそれはしない方がいいというふうに思いますで、それぞれのところの温度を測りましたで、その温度の動きとかもあの見ながら運転しましたちょっと説明したいと思いますはい、えー、エンジンの吸気温度についてということでエンジンルームの中の場所によっての温度の違い まあそういうのをちょっと調べてみました。えー、この日産モコですけどね、あのいかにもこう熱気を吸い込みそうな場所に、インテークのダクトがありまして、前から気になってたんですね。なんでこんなとこにつけるのかなというふうなまあ感じがしまして、FF なんで、エンジンがこの若干右についてますね。 エンジンがこうありましてこんなに大きくないかこうなってますねでエアクリーナーボックスがこれぐらいですかねこのエンジンの上にこうこうついてるわけですねで吸気のダクトがこういうふうに伸びるんですねここからあの空気を吸って エアクリボックスを通ってエンジンに空気を送るというふうになってます。で、えー、ここにこうね、駅間にがありますよね。で、あのエンジンが吸う空気っていうのは当然。 冷えていいる方がいいわけですね空気の密度が上がりますんで、まあ、それだけたくさん空気を取り込めることができるとで逆に温度が高いと膨張してますんで、まあ、空気が薄いということですねで飛行機なんかあの気圧の低いところを飛ぶんで、まあ、下級機をつけてあの空気の密度を高めてやるというようなことをすると、まあ、いうことなんですけどもあの 冷たい空気をできるだけ吸わせたいということであのいかにもねこのエンジンの上についた吸い込み口エンジンとかこの駅マにとかねもうこういう熱気を吸っているような感じなんですね。この図が何か今更ですけどこっちが前でここがヘッドランプなんですけどもであのよくねあのこのダクトの位置を変えるとか延長してあの。 エンジンから遠ざけてね冷たい空気を吸わせるとかあと遮蔽物をつけてねあの熱をあの塞いであの熱気を吸わせないとかまあそういうこといろいろ、まあまったであると思うんですけども、まあ、あの自分もねもうこれ見るからに熱気を吸ってるなと思いまして。あの どこか場所を変えたいなと、吸い込む口の場所を変えたいなと思ってまして、でまあそれをする前に、まあどこがどれぐらいの温度なのか、まあ、それを見たいなというふうに思ったんですね。で、今日温度計をつけて測りました。あの、走ってる時のまず温度ですね。で、あの、あとはあの赤信号とか車を止めてる時停車中の温度、 この2種類を見ないといけないかなと思いましてあの、例えば競技の車とかでしたらね、赤信号とか止まることないんで、用意どんで動き出したらゴールまでずっと走ってるんですけど、こういう普通の乗用車ですと、まあ、家のガレージ出ますと、目的地にたどり着くまでに何回も止まるわけですね。てか、そういう止まった時のことも考えてやらないといけないと。と まあそういうふうなことを思いながら温度を測ってみました。でまずここですね。今、純正の1。ここ仮に1番としますけども、まあ、ここの温度をまず測ってやらないといけないと。で、買ったその温度計というのがセンサー2個あって、表示も2個あって、2箇所同時の温度を測れることができるんで、ここともう1箇所ね、えー、ここで、えっとね、 これフェンダーですけどもフェンダーはこうなってますよねエンジンルームとフェンダーの間にこう隙間があるんですよねでこの隙間にあのウォッシャータンクとかね入ってるんですけどもところどころこう通ツー,ツーになってまして穴が開いてますでもう一つのセンサーをねここにつけました このヘッドランプの裏でフェンダーとの通通になっているところここにつけたんですねエンジンからはだいぶ遠いですよねでこれで温度を測りますと走ってる時ね走ってる時この1番が32度という時にこの2番では何度だったかというと32度なんですね同じなんですね で車を止めますと、どん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 温度が上がります。まあ、なぜかというと、このグリルですよね、ここ。ここっていうのは穴がいっぱい開いてまして、走っているときはあの空気が入ってくるんですね。走行風ですけども、こう空気が入ってくると。で、この入ってくる空気はフレッシュな外気のあの空気なんで、あの熱、そんな、あの、 熱せられてないんですね。で、この入ってきた空気がこう行きますんで、走ってる時は1番と2番ね、同じ温度やったんですね。まあ、あの、エンジンに近い方が温度が高いと思ってたんですけども、ほぼ同じでした。で、走る速度とか、まあ、そういうことによって若干のね、温度の差がある,あるのと、でも、 目まぐるしく温度が変わるんですね。あの、走ってる時風の入る具合でね、あっという間に2度3度ぐらいだと上がったり下がったりします。ですから、どこで温度を見るのかっていうの難しいし、 でそのスピードも一定に保つのもね、市街地ですと難しいんで、まあ、間を取って、まあ、だいたいこの表示が多かったなというところでの、まあ、32度なんですけど、まあ、で,でも、あのどの速度域でもだいたい同じぐらいの温度に近づいてきます。で、車をビタッと止めまして、この、走行風がなくなりますと、中はエンジンの熱で、あの、 熱くなってきますでその時はやっぱりこのエンジンに近い方ねそっちの方が温度が高いですね、えー、ここエンジンのこの純正のこのダクトの入り口ここで43度になった時2番では38.1度でしたね5度も差があるんですでもこれもねいつ測るかによるんですけどねこのままずっと置いとくともっと温度が上がっていくんですね 50度近くまでここ上がっていきますえですから一概に何度どこでもって測るっていうのは難しいんですけどもこう相対的なことでねこの1番を基準に1番が43度の時2番は38度でしたという、まあ、あの測り方をしましたで、えー、そこでこのセンサーの位置を変えましてこの2番のセンサー外しましてね次こっちに付け替えたんですね に付け替えましたでここっていうのはねあのラジエーターがここにこうありましてこう囲われてるんですねでも走行風はこう来るとで中から覗きますと外も見えてるような隙間もいろいろありますでエンジンから遠い走行風からも近いそういう位置なんで期待したんですけども ここどうだったのかと言いますと、あの走行中、走行中の温度、この1番が29度の時この3番は29.8度でしたね。若干こっちの方が温度が逆に高くなったんですね。ですから、こう流れてる空気とここはこう 囲われてるんで、ちょっとよどむんでしょうね。あの、動く車が動いてても、この走行風を生かしきれないというか、逆にこっちの方が温度が高かったですね。で、この駅マニの、この図ちょっとおかしいですけどね、もうちょっとこのエンジンこっちですね、駅マニに近いということもあると思います。逆に温度が高くなりました。 で車を止めてる時はここは測ってません走ってる時にもうでに温度が高いんでここはもうないということですねでまた車を止めてセンサーを付け替えましたこの1番はずっと付けたままなんですねこれと比べてを測ってますんで,で次ねこの3番をこっちへ向かって右へ移動させまして この辺につけました。ラジエーターの上ですね、ラジエーターサポートの裏、あのここは多分涼しいんだろうなぁと期待してやりました。あのもう風が直に来ますんでね。だけれども、ここはですね、この1番が27.5度の時この4番は2 8 1> 1. 度ということでこの1番よりも走行中こっちの方が温度が高いんですね、えー、フレッシュな風は来るんですけども駅マにトラジエーターのこの熱を受けているのかどうかはちょっとわからないですけど結果的にこっちの方が温度が高かったですで車止めますとこの1番が36.2度の時4番は35.1度と とということで、1度ぐらいの差はあるんですけどもあまり低くないんですねだから走ってる時は温度が高いし渋滞で止まってる時もそれほど1番と変わらないということで4番もあんまり良くないなとなりましたで次にあの測ったのがストラットのタワーのところなんですけども この奥ですね、5番目として、ここに温度計をつけました。でここはね、走行中27.7度。で、この、その時の1番は27.1度ということで、ここも走行中は逆に熱が高いんですね、温度が高いんですね。で、車を止めた時、あのアイドリングしてる時、 この1番がちょうど4040 40度の時に5番のえ1番がねちょうど40度の時この5番の温度を見ますと35.4度と5度弱は低いんですねはいえ録画がちょっと止まってまして 今カット入りましたけども、えっと、5番の話をしてたんですよね5番このストラットの上で温度を測った時ねあの走行中の温度は1番より5番の方が高いんですねですからもうここにあのインテークを持っていきますと走行中にエンジンから遠いですけども逆に熱気を吸ってしまうということですね この5番の位置よりも1番の位置の方が走行風が通りまして風通しがいいんでエンジンに近いにもかかわらず低い温度の空気を吸うことができるとであの止まってる時ですね止まってる時は1番よりも5度弱ほど温度は低いですですからあの止まってる時は若干はいいですけども 走行中のことを考えますとこういうことですから車を運転するときに効果が下がるということはちょっと選ぶ選択肢にはありえないんでこの5番も違うということでえこんだけ何箇所か見ましたけども1番よりいいところと言える場所がないんですよね2番に関してはもうほとんど5分5分ですね でちょっと納得いかないので実はもう1箇所調べましてそれが6番目になるんですけどもここですエンジンルームとフェンダーとの隙間に、えー、温度計のセンサーを落とし込みましてエンジンから一番,一番遠い位置ですねしかも底の方まで落としました でこう隙間はありますし、この辺も隙間があって、若干空気は流れてるとは思うんですけども、エンジンの熱害はほとんど来ないかなというふうに思いまして、ここならエンジンの熱気を吸うことはないだろうというふうに思いました。でこれで温度を測りますと、まず車を止めているときですね、止めてるとき、この1番が46.2度。 の時6番はどうだったかというと32.5度ということで10度以上低いんですねエンジン止めてる時はすごい優秀なんですだけれども車を動かしてる走行中の温度ですねどうなったかというとこれねちょっと「はてな」って書きましたけども定まらないんです えっとですね、これが今回の実験の大事なところなんですけどもどこが温度低いどこが温度高いということで割り切れないことが温度が下がりやすいかどうかということが大事やなと思いましたねあの車を渋滞や赤信号停車の時止めますと こののエンジンジルーームの中は温度ががガーッと上がるんですもうこれはもうしょうがないと思った方がいいですねただ車を動かした時にその上がった温度があの早く下がってくれるその場所がインテークにとって大切な場所であるというふうに考えてやった方がいいかなと思いましたこの6番っていう場所は車を動き始めまして始めはいいんですね 何十分か車を動かして、この中すら熱で温まってしまった時に、すごく温度が下がりにくいんです。やっぱりこの中は走行風は通らないということなんでしょうね。えー、ですから、この6番がぐーっと温度が上がる、車止めてるとき、その一1番も当然温度が上がってます。だけど車を動かしたときに1番は、 あっという間に温度が下がります。6番は下がらない。ということで、何回か赤信号を経てからの走行中というのは、この6番は1番よりも温度が高いんです。ですから、ここの空気をエンジンに吸わせるというのは、これダメなことなんですね。ということで、結局ですね、一番いいのは純正の1番です。純正のインテークの位置。これが一番いいというのが、 今回の、まあ、測った上での、まあ、答えですね、えー、パッと見ますといかにも熱気を吸いそうな場所ですけどもここっていうのは車を動かした時にもうあっという間に外気温と同じぐらいまで温度が下がってくれますで車を止めてる赤信号渋滞の時ですねその時っていうのは実は冷たい空気を別に吸わせる必要それほどないんですね あの空気の密度を上げる必要がないということです。まあ、あのないことはないですよあの。それは、温度は低い方が、それはいいことはいいんですけども、あの例えば下級機とかねあの、そういうタービンがついたような車、タービンが活躍するのは、車が加速してるときですよね。 アイドリングで車を止めているときにタービンがガンガン回るっていうことはないですよね。ということで、車を動かす、動かしている走行中にどうなのかということですね。1番が一番優秀ということです。でそしたらこの2番ですけどね。 2番はどうなのかということになりますけども、走行中は1番と2番というのはね、温度限りなく同じに近づきますんで、このダクト2番まで引っ張ってやっても別にいいかなと思いますね。えー、ただ、車止めてるときですね、車を止めてどんどん温度が上がっていってるとき、そのときは2番の方が温度上がりにくいんですね。 総合的に考えたこの2番の方が1番より優秀となるんですけれどもそれをするメリットってあんまりないと思うんですね赤信号で車止めてる時の空気の密度とかですね吸気温度とかそういうのをこだわる必要がないかなと思うんですねアイドリングが安定すればそれでいいかなと思いますでまあその 車を停車中に、吸気温度が低い方がとか、空気の水が高いとか、そういうことが必要になってくるというのは、何か他に異常があるときだと思いますんで、まあ、結局、この1番でいいんじゃないかと、まあ、あの必要十分、あのこれを2番にする必要もないと、まあ、あのこれ延長してね、何か再考してやるということは必要ないかなと。 遮蔽物ですね、このインテークの吸い込みのところに、なんか仕切り板とか、そういうものをつけるというようなことですね、なんかいかにも効果がありそうにあの感じましたけども、まあ、今回のこの温度を測ってみてね、まあ、それはしてはいけないことだなというふうに思いましたね。まあ、車の種類とか、車の仕様とか、エンジンの熱の出し方とか、まあ、そういうものによってあの変わると思います。 ですけどこのスズキの軽自動車、この r 0 6 8エンジンのこのパッケージングのこの車の場合、ですね、何か遮るようなものはしない方がいいと、ここは風通しがいい方がいいというふうに思います。で、このダクトの形状ですよね、この風通しがいいのであれば、あのフレッシュなエアを吸えると。 であの吸気温度が低ければいいというふうになった時にそのどこまで低かったらいいのかっていうのはこの外気温度より低くなることはないんですよね。まああの特別なね細工をすればできるかもしれないですけど、まあ、一般的にはこの外のここの空気より低い温度の空気をここに持ってくるっていうのはないんですね。ここここに近づけるここと同じであれればもうそれが もうベスト天井っていうことですよねそうなればここに隙間いっぱいつけてもっと通す空気を通してやれば常に外気と同じようなあの気温の温度の吸気を走行中に入れるのではないかということでここに穴開けたりとか形変えたりとかっていうのもあるかもしれないですけど今回の実験で思いましたけども純正ですでにあるグリルのこの隙間ですね これでもう外気とほぼ同じところまで温度が下が,れ下がってますんでこれで十分かなと、えー、ですからまとめますともう何も触るなと、あのー、メーカーさんが作ってくれたものはよく考えられてますどこの位置よりも ここがベストなんだということですね。えー、ということであの、いろいろね、あのずっとこ気になってたんですよね。このエンジンの上にダクトはわせてねで、こんなところから空気吸ってたらいかにもというふうに思いましたけど、この辺の隙間の意味も分かりましたし、実際に温度を測ってみてね、あの2番はちょっと置いといて、その他の場所に あの、温度計当てると、一番よりも結局温度が高いと。走行中でも温度が高いということで、純正のこの短く切ったこの位置の意味。で、これがね、あの遮蔽物もなくこの位置にあるっていうのは、ここがいいからなんだな、ということがね、わかりました。ということでね、この動画、本当はこれを参考にね、この吸気のダクトとか、あの、 エアクリボックスとか、まあ、それをなんかね、ちょっとカスタマイズというか、なんか形変えたりとか、まあ、そういうことを続きしようかなと思ったんですけども、これを見ますと、もう触るなということが、もうまじまじと分かりましたんで、まあ、これは続くことなく、この動画はここで終わりとしたいというふうに思います。ちょっとね、なんか取れてるかな動画が,が止まるかな 言い忘れたことなんかあのいろいろこれも言われも言おうと思ってたんですけどもちょっと言い忘れたこと何個かあるかと思うんですけどちょっと思いつかないんでこれで終わりますはいえーっとねあのちょっと思い出せないんですけど今少し思いついたのがまず一つあの雨ですねあの水が入るとこれもあの純正のやつは絶妙に あの水を吸い込むことをあの逃がしてますね。あの、この切り方というのが絶妙だと思います。横を向けてね。で、ここからの入ってくる水もああの吸い込むということはほとんどないかなと。これ後ろ向けますと、これと同じ温度になってしまいますんで。で、あと、あのラムエアですね。あの、走行風のこの空気の圧力を利用して、まあ、下級とまでいきませんけどもね。 あの中の中圧力を高めてやるとということあれに関しても NA でこのラム圧っていうのはまああんまりあの私意味ないかなといっとき凝ってねこのエアクリボックスの形いろいろ変えたりなんやかんやしましたことが実はあるんですけどもラム圧に関してはこの NA のエンジンでやった時になんか体感できるような何かのものっていうのはなかったですね。 まあ、おそらく体感しようと思ったらかなり軽の大きなね、テーパー状のインテークダクトを全面につけてねで、車を走らせた時にあの圧力を高めるようなことをすれば変わるかもしれないですね。まあ、あの、純正がやっぱり一番いいかなというふうに思いましたね。 あと、エアクリーボックスの中の形ですえ。これは、あの、私まだちょっとよくわからなくて、またこれからちょっといろいろね、あの、また実験して考えていきたいかなと思います。あの、マフラーのサイレンサーみたいにね、こう、仕切りと、あの、通路と分かれてたりするんですよね。まあ、そこの形に関してもなんかこう、工夫されてるということを、まあ、あの、これから見ていきたいかなというふうに思いますね。 えということで最後まで見ていただいた方ありがとうございますまたこういう動画を上げていきますのでご興味のある方ぜひともお付き合いをくださいそれでは